こんにちは、くんです。ということで、今日は、抜き打ち財布チェック。今朝どっか行かないでね。どこ行ってね。今、財布調整しちゃダメだよ。ちょっと行かないようにして、それ。証拠隠滅しそうになって。隠れてるやつじゃん。はい。ということで、今回は、ほのさんが思いついてくれた企画で、財布とカバンの中身抜き打ちチェックで、いくらお金が入ってるかっていうのを見ます。見ます。本当に見ます。そういう私物をチェックするっていう風な企画になります。今回のメンバーは、ベノム君、ホノさん、キマズニさん、ギョーモ君、ヘルスカ、オパイチ、アーケンさん、ディリ、すいません、私ちょっとって感じで、アーケンさんのプラスラーバーかな、プラスラーバーです。で、アーケンさんの一番楽しみかもしれないですね。楽しみかもしれないですね、この感じは。じゃあ誰から見たいですか、くんさん。普通そうならディリーから。いやここ来てもらって、モザイクで隠すから俺も持つわ。汚いのがいいんだって。まだこれ入ってる、どういうこと。1週間ぐらい前のオフ会で配ったものです。まだ1週間前のものがあると。ね、これダメだよ。ダメなの、そんなに入ってんの。何それ。これもオフ会で配った、オフ会で配って完全にゴミじゃん。え、ゴミじゃん。これは完全にゴミで、携帯売りとくための袋なんですけど、まだ持って1週間整理してないってこと。これ絶対学校の机もこんな感じだって。はいはい、他は別に何もないです。一旦して財布の話いいですよ、もう取り上げて。はい、ハヌさん、お前さ。違う、これお金の話じゃない。これ見て、これ全部。カバンがそうだもん。お前さ、カバンからそうだもん。これすごくない？これ、これ。これパッと取って、いつのか、ちょっと、なんかパッと取って、ランダムでパッて取って、それいつの？2022年。今2023年ですよ。1年のレシート貯まってるってこと？2022年で。いや、そう1年以上ですよ。やば。え、お金は2000円しかない。あ、DD っぽくていい。それ DD らしい。帰りの交通費なくて。え、まあ、いや、でもこれはないんだろうね。うん、使いに来た。もうジャリジャリやらせても、なんか100円、200円の話は。しかも、なんか音も軽かったし。3000円入りました。3000円です。一番お金持ってそうなの誰なんだろう、逆に。いや、でも、アーケさん。え、なんか、アーケさんどうしたの？アーケさん、そわそわしてる。アーケさん、見たいけどな。アーケさん、何そわそわしてんの？アーケさん、金一番持ってる。じゃあ、ディリーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、なんか、普通なところから滑りなしですね。次、誰にします？おぱいさんじゃあ行きましょう。デバイスだよ。財布に入ってる。そう。USB。あ、いや、最近ね。2個あるのがおぱいちらしいって感じする。なんかさ、めっちゃ折りたたむ感じ。三つ折りじゃない。ちょっと出してもいいですか？細かっ。うわ、気持ち悪い。うわ、るって言い過ぎ言い過ぎ。もっと遅刻ね、インテツインキュー。1年前のレシートだけよ、お前。こんな感じで、折りたたんで。じゃあ、これが他もそうだ。他も全部です。全部です。ちゃんと開けてください。折り目全部ちゃんと綺麗に揃ってるんですよ。え、まあ、え、 ADHD だよ。気持ち悪い。逃げたじゃなくて、すごいっす。まあ年齢かける1000円ぐらいは入れてるかないっすね。おお、入れたことないね。これ1万8000円とか7000円ぐらいですか。はい、入ってますね。おお、はい。で、これはマイナンバーで小銭入れる、はい、何もないっす。なんか面白いものないですか。特にこっちの方面白い。ああ、そっち面白い。こっちは結構スタンプカードとか出た。マイチ好きなんだよな、スタンプカードとかポイントカード。ああ、何これ。惣菜券。商品券的なやつが入ってる。めっちゃいいじゃん。それ神戸コロッケの惣菜券。そんななんか突発的に使う可能性って。神戸コロッケってこっちでなんか買えば。それは駅中アトレとかに入ってるんで。これ入ってもいいですか。これ話してもいいですか。あ、そっちもいいですか。株式会社吉野家ホールディングの株主ご優待。いやー、持ってそう。2500円分ぐらい。優待気持ち悪い話で。あるっすよ。あるか。日本マクドナルドもあるんすか。こういう。あー。スパイシアだ。こういうの好きだね。こういう。それは渋谷のカニチャーハンの。ここマジうまかった。で、それは和光、とんかつ和光のスタンプカードで、それが、とんかつ、サボテンかな？あ、違う、稲葉と和光ですね。マジでポイントカードと優待券大好きなの。いやいや、そういう感じ。なんでそんな好きなの？どういうところが好きなの？お得だから。お得なの好きなの？あ、いや、まあまあ、それお得。まあ、人生少しでもお得に行きたいみたいな。終わりですか？すごい、ね、おぱいちらしくてよかった。次。終わり方。次、じゃあヘルスカさん。じゃあヘルスカ。ヘルスカはでも、お金入ってないとおかしい。ユーロぐらい。
ユーロ。空っぽだったらめっちゃもらえ帰りたいみたいな。じゃあ、ここ来てもらって。僕、財布があります。まあ、こういう。財布はこれ見せて大丈夫、財布自体は。さあ、見せて大丈夫。これ、日本で買いました。え、これ日本で買ったの？そうなんだ。そう。前に使ったやつ、千円札ってなんか、ちょっと大きいんですか、ユーロに比べて。はいはい。あ、大きいんだ。そう。前の財布に入れなかったから。しかも、穴開いてたし、ドンキで買いました。12万円分ぐらい。こっち来るには必要だから。こっち来るから、まあ、旅行中だからっていう。全然、まあ。まあ、私、会計とかも、ね、必要だし。めっちゃ残してるってことでしょ。靴下全部使うんじゃない全部使おう。すごい、なんか、領収書、新幹線の。あ、ちゃんと取っといて。大阪、東京間のやつか、これ。の領収書。うん。一緒に行った。あー。これ何、普通だ。これ、フィンランド風マイナンバーカードだよ。あ、そういうのがあるおーおーママに、あ、へえー。そう、こういう感じ。お、俺だけ見れてよかった。そうなんだ。デリスカのマイナンバーカード見れた。うん、身分証みたいなやつなんだ。で、そこに500円玉残してる。ほんとだ。500円玉、これお土産にすんの。おきれいな。なんか23年残ってドンキで買った789円のせいです。うん。めちゃくちゃコスパいい。まあ確かに789円には見えないかも。うん、あ、そこはなんか、北小路翡翠。北小路翡翠え、な、何そんな単語出てくる財布から。マゲネズミさんからもらった。あー。これ、北小路翡翠シール。なんかあれですね、チョコかなんかの。待って、面白いこと書いてる。経験豊富な中学生、二次三次の噂、大人になれるらしい。俺は子供の時しか見たことない。これ全員失笑してるんだよ。なんで失笑するんだよ。全員失笑してる。ありがとうございました。はい。ありがとう。ユーロは1枚も入ってません。ユーロは全部日本円にして。ユーロは別に残してるんだ。うん。そうだね。次は、イマジンさんですかね。イマジンさんはもう何してもいいってことですね。いや、赤に引っ張ってるやろ。この半魚って例の半魚ですか？これ例の半魚です。例の、嘘っぱちついた時に買った半魚。何新聞入ってるの？え、ちょっと待って。いいっすよ、見てくださいさ、新聞。え？怖い、これ、ね、やばい新聞の切り抜きとかじゃないよ、ね。え、ない？え、これ意味ない？兄弟？何これ？なんで兄弟なの？兄弟の新聞なの？これ兄弟の新聞で。あ、京都大学の学内新聞みたいな？あ、そうそうそう、校門の前に置いてあったんで、なんか2、3部ぐらいちょっと。ほら兄弟生じゃないの？ただの新聞。何もないじゃん。もうシンプルですよ。必要なものは全部置いとく。断捨離です。綺麗な。こんな綺麗なやつはさ、ジャージでさ、警察の職員数ぐらい。本当変なもの持ってないっすか？ジャージで。お兄さんも注射痕あるか見せて。大丈夫ですか？俺、そこら辺ちょっと待って。俺、変なもの見えて。ない。え、財布は？ふぅ。財布はこっちです。財布これです。はい。これだ。はい。で、チャックがない。チャックは、怖い。お父さんからもらった財布を使って。それはいいです。あ、領収書、領収書、ちょっと言わず、ちょっと待って、これ、え、別にこれ、あ、大丈夫です。そのやばい領収書とかあるでしょ。俺の学校、家の最寄り駅の店になったら、お前もう領収書多いな。旅行で溜まったやつです。旅行で溜まった。あーね、私はね、この札とデリスカ旅行のねコーディネーターとしてちょっと何やった、あのさ、今の何近畿大学学生証の工学部理学科。だってもう学生じゃないんだから、それ拍手なきゃダメじゃない。え、ちょっと待って、何これ、学生のビザカードあんの？あ、ありますよ。あ、それ親の口座から全部。え、そう、ちょ、だからあんま見たらダメっすよ。注意してください。やばっ、セキュリティコードもちゃんと読みよう。あ、OK、セキュリティコードも読みよう。ちょっと待って、分かる。分かんねえ。ちなみに本当にピヨン入る。ピヨン入る。ピヨンもマジで。でもさ、カードを充電的にみんなやめへん、マジで。いや、何のカード持ってるのかなと思って。いや、もう違うの。マイナンバー見ないで。いや、マイナンバー見てない。分かってんの？見せてんじゃん、これ。
赤赤一番店の赤いやつ見えてる。え、他は？うん。なんかさ、お前、うん、クレジットカード好きなの？ありますか？クレカ。なんか5枚ぐらい入ってない？入ってないっすよ。で、もうガッツリ食べる。見えてんじゃない？ガッツリ映ってる。抜き方が。ね、こんなもんか。こんなもん。だから、なんか見られたくないものでもあんの。大丈夫です。大丈夫やな。大丈夫やな。大丈夫やな。変なもんやりたい。え？何何何？いや。何かって。何も入れてない。これよもう可愛いもんですよ。ほら。ね？もうなんかもう大学生らしい。大学生じゃねえのに。大体なんか。もうコンビニのあのさ、いや口座にいくら入ってる、口座にいくら入る、嫌がらせやろマジで。それ財布に入れる派なんだ。じゃあありがとうございます。でこれ僕の大好き、これ嘘パチ判決、これ嘘ついた時に手に入れた時の判決、証拠に買った判決。あ、これあれ言ったって証拠のやつ、はい、終わりかな。じゃあ釈放、おし、じゃあ釈放。じゃあ次はアケさんのオチだから、コノさん、コノさんで。で、アケさんオチです。やだ、やだ。じゃあ、あんま面白くないんですよ。なんかさ、もうクソでけえ、なんか、ガチのカバン来た。確かに通学かも。ちょっと、はい、開けてもらって。開けてもらって。はい、チェキ。あー。なんか取るかなと思って。はいはいはい。優しさですね、私の。もう。ね。財布一番最後のメリットね。財布がまあ、一応。はいはいはい。え、なんか普通だな。充電器、はい、いや、これ事前にコノのは見ないって言ってたのよ。コノさんのは見ないから、まあ、コノさん見る側ですねって言っておいたら油断して変なもん言うじゃない。多分どうせ見るだろうなって準備してきた可能性がある。特に何も面白いものは入れてないですよ。なくなったハートじゃない、なくなったとかないですよ。で、化粧道具でしょ。なんかスタバのやつ、スタバのいいっすね。はい、串でしょ。なんか普通だな。ね、マスクでしょ、はい、メガネでしょ、はい、あー、スマホのやつ、スマホのやつでしょ。でも普通っすね、はい、で財布、財布です。じゃあいくら入ってるか。10万ぐらいですかね。え1000円嘘だよ、それ嘘、絶対抜いてきてる、抜いてきてる、こいつ本当に1000。あの、私お金あると使っちゃうんですよ、全部。だから常に1万円以下しか持たないようにしてる。小銭見ていいですか。いいですよ。あの小銭もね、あの大きなのがなくて10円と1円がたくさん入ってるだけ。まあこうクンさんがいる時ってクンさんが全部お金出してくれるんで1円も持っていかないです。まあまあみんなで来た時はそうなんだけど、かかりに行く精神がちょっと、あの小銭最大通貨なの200円500円玉貯金してるんで。他なんか面白いカードないですか。学生証ありますよ。あ、それちょっと見たいかも。学生証あ、昔と見比べる。あ、そう、見比べる。おお、あ、一緒だ、全くデザイン一緒。 21B やばすぎ違う、俺やばすぎ。 21B までだったら大丈夫。 21年入学、文学部です。 21B がピザ有名してる。あ、そう、バレるよね、バレる、バレる、バレる。私めっちゃバレるよ。だから学生番号中に呼ぶから最初3年生の間に2年生がいるの、一人だけ。もうそれじゃん。やばいカードないですか。いかついやつ、はい、パチンコなんかね。パチンコはカードだって そこで生産だからないのか。ないのか。下場のレシートしかない。あの、なんかアケさんね、あのわたわたわさわさして一緒にてもらえますか。ちょっと静かに。え、なんか他撮影中なんで、あのちゃんと考えてもらって。パチンコに乗っかけ玉貯めてるとかもしれない。なんもない。ないな。ガチでないかも。すいません、つまんなくて。いやいやいや大丈夫です。 21B のあ、でもあります、あります。これあれです、私が歯かけて直しに行った時の歯の優勝。いくらその4300円。あ、でも、でも3割負担で、そんなもん。え、でも3割負担で4300円、まあまあちょっとなかなか大変だったんで。そう、歯かけて森に行ってはい、はい、その時のやつです。セラミックかぶせるみたいな。いや、盛るって言われて盛りました。それか削るか盛るかって、なんか二択を提示されて、まあ、それは盛るわ。以前のオフ会でコノさんは寄って歯をかけています、はい、歯をかけます。あの鏡に衝突して、鏡に衝突して、え、マジで鳩みたいな感じで、あの鏡があるのを気づかずにドーンって衝突して、あのと鳥がさ、バードストライクしてるみたいな感じで。え、マジで、鼻もまだ跡残ってる。爆笑しちゃった。あ、ほんとだ。鼻歯かけましたって、もう
俺らめちゃくちゃ笑ってた。しかも降りてすぐ気づかなかった。みんなでディスコードで話してるのに気づかずに、しばらくしてあれ歯がないとかって言い出したみたいな。ありがとうございました。はい、以上です。なんかあれですね、面白いになって普通に女性のバッグの中身を見させていただいたっていうだけになってしまった。確かにね、アケンさん、アケンさんね、学生証だけ。あ、じゃあ学生証はちょっとまあ暇人さんが。そんなにヤバいもの入ってるの？学生証そんなに入ってる。学生証は大丈夫、カード勝手に取らないから大丈夫。最後カードそのまま入ってるんです。何？大丈夫。どういうこと、そのまま入ってる？え、バッグの中に放置してるってこと、学生証。え、あ、回ってますか？もうなんかおもろいもん、あんま入ってない。タバコ、タバコ、財布。じゃあ、もしてもそんなに入れるもんなの、タバコって。タバコ入れすぎちゃう。え、これ審査のマウスピースじゃん、もう。え、なんかさ、喫煙だけでさ、なんかこう、だいぶ全部喫煙でしょ、この辺。そうだと思う。このぐらい？お、このよりも可愛いやつ。あ、10年期か。コレクターです。あ、え、これだけ。コードないの？で、コードは、でも今日は抜いてこなかった。ああ1本しかなくて。これなんすか？それあの、いやこれは小銭入れ。ちょっと、なんか、なんも、いや、別になんか、なんも面白いものない。全然普通に。これいくら入ってるんですか？いや、もう本当ちょっとこれ小銭入れだから。500円とか、はい、パッと見500円とあって何で、問題はここですかね。カード、おぉ、なにこれ、多いな。出さない。え、出さないじゃなくて、え、これ、だって、なんかもう絶対使わんでしょ、これ。保険証とかじゃない？いや、違う、保険証。そんな量じゃない。あの、ないんだよ。保険証、まあ、多分これだったら見えないけど、これよ、この、いや、ちょっと、えぐい。遊戯王カードのデッキみたいな感じになってる。え、診察券とかじゃないですか、大体でも。え、いや、なんかもう、肉マイレージカードのデッキもいきなり。確かに、飲みだ。ボーリング、肉マイレージ、なんか診察券みたいな、こう。で、お金は、あなたも結構、ちょっといろいろ入ってますね。こう、お金と、これは、23年度の領収書しかない。札と領収書が混在してて、あの、なんか、1、2、3、4、5、6。まあ、7万くらい。6万2000円とか。いや、まあまあ入ってない。無職なのに。確かに。なんか面白いカードないですか？面白いカード、これ無茶ぶりだよな、面白いカード。面白いカードないですか？面白いカードは、こっちに入ってる、え、ポーカーのしかないかな？ポーカーのプレイヤーズの登録するためのカードぐらいしかない。はい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 。他はそんな感じっすね、こっち見て。なんもない。すごいね。こんなにカードは絶対使わないでしょ、これ。あ、ちょっと整理します。使っちゃう系ですね、このカードで。意外とお金をなんかちゃんと現金たくさん持つ派なんだ。でも使わないからずっと入ってる。あーカードしか使わない。まあそうかも。これなんすか、ちなみに。これは不審者のなんかもらったんですよ。前遊んだ時に知るのかな。はいはいはい。なんかねくれたみたいな。もう QR 読み込んだらあげます。ああ、はいはいはい。もらっとこう。なんかいい、なんか大人の財布なんか見た。次は、じゃあラーバさんの財布の中身をチェックします。あ、はい、はい、おー、カバン、財布などあれば。カバン、もう手ぶらで来たから。あ、来て早々なんですよ。え、ちょっと待ってください。1個だけ隠していいですか？あ、はい、社員証みたいな。いや、社員証はない。なんかさっと、取り出す速度エグくなかった、今。それはちょっと、いろいろあるんですよ、言えないことが。それは気になるんだけど。てか、座ってください。ごめんなさい。なんか動揺が見られる感じが。あの、何度も何度も折りたたんでるけど、それは何なんですか、一体。これはただのレシピです。パケットとか入ってます、大丈夫ですか、その、合法なものだけです、この中。はい、大丈夫です。大丈夫です。やってる顔だよ、ね。金額は8000円です。あー、まあまあまあ。ちなみに。でも社会人でしょ？いや、忘れるわ。いや、でもね、これと1000円でしたからね、なんか。そうなんですよ。なんか普通にキャッシュカードとかさ。そうですね。なんか面白いんですけど、なぜこれ。なんもおもろない。ちなみに全然面白さはないと思う。急に読んだしなんですか。はい、なんも面白くないですよ。ですよね。はい、はい、普通っすね。それ以外は。これは、いやでもこれ別に隠す内容じゃないです。ああ、じゃあただの領収書と、はい、ただのレシートでした。何を隠そうとしてたの？何だと思ったの？自分の中では隠そうとしたの？別に普通っすよね。それは自分の中では何を隠そうとしてたの？いや、一時期金がなさすぎて、
消費者金融から借りたんですよ。なんでそのレシートかなって思っちゃって。ああ、はい。しかし、はい、入ってください。偽札でも入ってください。はい、しかしないぞ、これニートブって感じだ。なんか違法なものが出てこなくてよかった。よかった、よかった。じゃあ次ですかね。デキョコ、デキョコさんですかね。ちょっと、あの、バックさん、バックさん、面白いからね。なんか、テロンテロンなのよ。テロンテロンやん。でもさっきまでの2人、ちょっと同じっすよ。浮かせて、浮かせて。あの、いや、あなたモザイクかけるから。普通っすよ。テロンテロンやで。やれちゃうか、ほんとに。いきなりなんかゴミがなんかもう。まずゴミ。いや、まず、誰まずゴミが飛び出してきました。これは捨てようね。こういう、まあ、タイコミっすね。見ていいっすか、ね、これは。すぐ取りてあげます。まあまあ、マスク。マスク。マスクは大事だよね。マスク大事っすね。はい。マスクと、これは鍵。鍵っすね。はい、なんでこれさ、大事な鍵とか入ってることを、この中途半端に開けっぱなしにしてるの。ここを見てみます。これは財布ですか？ここは財布です。ここは財布です。なんか分厚いぞ。マスクは。えパン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 でも別に当たったらいい。リサね、あの免許証とかが吹き飛んで飛び出すっていう、なんかもう、入りきれなくなってる。あと、デキョコさんさ、わかる。このシナリオは、入りきれなかったから、縦に突っ込んだよね、多分これ。そうっす。てか、そこ入れたら絶対なくすんで。あの、もうカードが入りきらないから、もうなんか、縦積み。縦にこう入れて。横向きに入れるとこ縦に入れるもん。そうっすね。お銭は、最低金額ですね。小銭3円。小銭あ、そうか。こっちにいっぱいあるのか。こっちのこの底に。あの、リゴさん。リゴさん、ちょっと今度、財布回復オフしよう。これ。これね、見てこれ。しまらない。いや、多分、財布だけでね、カバンも買ってあげた方がいい。ちょっと待って。出して。何もあるから、机の上に。一応マジックもできるんですけど、あやばい、よく電車でジャラジャラ直して鳴らしてマジックできるんですけど、おお、まだまだ、いやまだ出てくる、まだまだ、貯金箱、まあ貯金箱みたいな、違うんですよ、俺これ小銭入れの蓋が壊れてて今、だから出ちゃうんですよね、あそれは蒸しパンです、蒸しパンのゴミも出てくる、牛乳パン。あの、デキョコさん、これ1ヶ月前にこれ買った。あれこれ、デキョコさん、これ、消費期限4月、2023年4月って書いてあるんで。多分今売ってない。今もう売ってない。非売品。戻すの。です。まあ、これ、捨てましょう。思い入れあるんですよ、この人は。大丈夫ですか、捨てて。使うこの領収書全部。え、なんか、でも、ラーバさんに取っといた方がいいんで、デキさん。ああ。まあ、教えにはそうか。あのさ、これ見せても大丈夫これ。いいっすよ。あのさ、こんなね、領収書のね、ゴミの中にね、あの、なんか、願いが叶うお守りがあるから、これは。え、いや、高尾さんの。お守り全然大事にしてねえ。折れてるんよ、マジ当たる、これ。結構大事にしてますけどね。あー、やっぱ出来心的にはめっちゃ当たる。まあ、確かにね。お金の金額は、まあ、2000円ですか。2000円ぐらいですね。いや、でも、ディスカっていうか2000円。もうちょっと入ってると思った。いや。自分の中ではもうちょっと入ってる。2000円です。これも帰れないと。一騎士2000円です。はい。じゃあ小銭はもうこれ、あの、しまえない。これどうやったらいいですか通常。折って、無理やり。え、無理やりなの？え、なんか無理やりやろうと思います。うん、おーおーパワーで。この中って何が入ってるの？え、一番でかい本ですか？はい。普通になんか、クレバポとか。はい、ああ、まあ普通に学業のね。あんまり面白くはない。いや、多分面白くないっすよ。じゃあ教科書とか入ってないの？ノートがちゃんと入ってない。あの、ね、マスク使ったら、なんかゴミが出てくる。なんだそれ。あ、筆箱か。まあ、筆箱っす。筆箱っす。そんなに持ってる。まあ、ノート。なんでいや、そうなんで。まあ、デキョコさん、あ、小銭こ、まだ出てきます。あ、デキョコさんのノート。ひっくり返したら、まずにもうちょい結構出てくるやつ。ちょっと。一箇所に入れるので、ゴミが出てくると。はゴミでいいです。これは、そうですね、これおしぼりっす。おしぼり。何おしぼりを入れるの？おしぼりっす。だから使ってないんじゃないかな。カラッカラだよ、これ。開いてないのに。はい、デキョコさん。ありがとうございます。なかなか、いやいやいや、まあまあ。ってことで次は誰だあれあクーさんのじゃあクーさんの最後に見るアーケンさんいやもうクーさんの俺の見ますじゃあアーケンさんはい
責任持って。でもね、結構ね、あ、俺ちなみに俺財布ないの。これが財布なんだよ。あー、なるほど。汚だから、直で突っ込んでて、今日つけなかったんだけど、ピアス。ピアス、俺今日朝バタバタで来たからピアスつけるつもりだったんだけど、つけれなかったんで、ピアス。ピアス。と、これ、これあれです。あ、クッションファンデ。クッションファンデです。と、コード。コード。充電器。充電器と、めちゃくちゃなんかカサカサ言ってんの。リップとカードカミソリとあなたの札まあ4万5万ぐらいとあとはえ直でカード入ってるえじゃあ財布に直で入れません財布だからね財布に直で入れますなんか、まとめたりは面白いカードないんです面白いカードこれ多分映ってないですけど海外の銀行のクレジットカードへぇで、キャッシュカードビザで、あ、これが韓国の射撃場の会員カードへぇミョンドンのやつですねあとはこれはキャッシュカードクレカ ゴールド免許なんですか免許証です。ゴールドです。はい。買っていっぱいしちゃう。で、今日買ったものの領収書とかが入ってるって感じだと、スーパー。え、その領収書を税理士さんに、ぐしゃーって渡すんですか？ぐしゃになったりしと。あ、全然。はい。いや、あの、ぐしゃぐしゃになったやつを A3 の封筒に全部突っ込んで、あ、もしまーって言ってパーッと。ガムテープでぐるぐる巻きにして、送る。え、向こうのじゃあゼリスさんがこうやってレシート、スーッ、こうまっすぐ伸ばす。え、そう。最悪。まあ、多分、その後領収書しかないですね。そうですね。はい。で、あとが、昨日、お母さんにカルティエの時計を買って、投げて、その時の嬉しいですね。あと、ここはもう何も入ってない。はい。俺何もないよ、別に。乾燥された草出てこなくてよかった。危なかった、危なかった。じゃあ、はい。こっち側だけ、こっちはダメなんですか？え？なんで？ちょっと自分だけ見ていいですか？どういうこと？ブランド隠しやと思うのも、明らかに映ってる。馬がもう明らかに高そうな感じが出てんのに。なんか馬が馬車引いてる。隠したところでって感じ。引いてないな、それ。上の黒いのはイヤホン。あ、びっくりした。最悪クリスタマジでやべえのいやさすがにちょっと触れない方がいいかなこれなんすかそれはあの化粧道具あはいはい他はこれはなんすかこれは鍵です鍵ですちょっとボロボロなんでもう磨いてこれがこれは充電器これは普通ですねでなんかでこれ財布2個あるんですか？あ、こっちは財布。夜用のやつです。これ財布です。財布じゃあちょっと後でお楽しみ。これも財布ですか？これなんですか？これは傘か。傘ですね。こんなちっちゃいの。え？傘？傘？傘？はい。こっちってなんかあります。面白そうで、なんか楽しそうで。あんまり重くないんで。これ以上ですね。これなんですか？で、これは。これ。ああ。遠目で見てさ、これちょっと、さ、遠目で見て、パスポート見て。いや、分かる。あれ、アケさん、日本国籍じゃなかったのかな。これちなみに、ハリポターグッズで、ホグワーツって書いてある。あ、そうなんだ。グリフィンドール、ちょっと。本当だ。本当に好きなんだ。じゃあ、嘘だと思って。嘘だって。これはそれは鍵です。キーケース。あ、これは、テーキーです。で、ちょっと気に入ってる。綺麗に分かれる。ルーブルの。観覧チケット。ああ、入れてるんですね。はい、じゃあ、こっち見てもいいですか。あの、大本命。どうぞ。そんなやましいこともあるのかな。やましいことやばいカード出てくる。いや、まあ、ちょっと。まあ、整理はされてますよ、ちゃんと。そうですね。はい。まあ、クレジットカード。お金出してもいいですか。多くない？数えてるんですか。多くない？え？1000円じゃない？え、1枚。これ闇の時代よ。え、こういう時に使うやつ。青いだね。え、これやつ。あ、なんかパパが持ってっていいよって。パパが持ってる。まあまあお父さんですよ。脱税。今日遊びに行くって言ったら、あ、じゃあこれぐらい必要。
え、ちなみに何枚ありました？17っす。17。これ闇の実態だよ、これ。1枚もらって帰ろうね。まあ、なんかちょっとした会社の初任給。確かに。まあまあまあ。まあまあまあ。まあまあ入ってない方。あ、今日夜だけ。なんか面白そうなカードあります。ちょっと、それだけ知ってます。この辺は。それは、キャッシュカードで、これは保険証です。あ、学生証って選んで。学生証はこちらに。あの、さんだけに見てほしい。え、それやばいんですか？そんなさ、面白いこと。え、でも高校3年生の時の写真ってことでしょ？あ、確かに。ああ、うん、なんすかこれ。これは、なんかシークレット付きチャームでシークレットですね。なんか修学旅行のなんか男子中学生かわいやつ。よく見てほしいんですけど、はい、ハリーポッターのグッズです。ああ修学旅行のやつかね。はい、ちょっと見せてもらって。じゃあ、はい、じゃあめっちゃ、これ、じゃあ、じゃあ、はい。参加勢に何人かに見せたことがあるんですけど、はいはい、見ます。みんな爆笑するんですよ。そんなもん、振りが。ちょっと待って、なんか、これ、目が悪いな。え？これ誰の学生証ですか？私。なんか、こらえてんじゃん、なんか。爆笑する。見すぎ、見すぎ。ちょっと遠くで、こう。あけさん、こっち見てほしいですか？私なんで。入国審査ぐらいな。確かに。いや、これ多分俺入国審査官のこれちょっと聞くかも。待っていいですよ、パーペス。これ高校3年です。メイクしてない状態です。ちょっと違う。ちょっと違う。ちょっと違う。変なギャグもできるの、これ。本当ですか？もう撮った身分証だね。でも後で見せてもらったら。面白いことはないんです。いや、面白かったのはこれなんで、多分。この17万。大量のお金。17万の大量のお金。それは、まあ、お気持ちで。あ、気持ち、気持ち？お気持ちで。出来おこさん気持ちで小銭になる。出来おこさん、ちなみに出来おこさん2000、2円とかでした。待って、私1000。1000、1000、2000。はい、ありがとうございます。ということで、すごい。一番面白かったのは、アケさん。優勝かな？やばい。出来おこさん、うまいです。全部、更新してる。出来おこさんのもすごかったね。なんか一緒にお財布買いに行ったとか。今度まあ出来おこのカバンと財布を買い与えようと。メゾンキツネのブランドの出来おこだって言われて買ってあげてください。メゾンキツネね。出来おこさん腰抜けて腰抜けてしまった。アーケンさんの17万腰抜けてる今。まあジャパンの闇だって。ジャパンズダークサイド。出来おこだったら安いなって、なんかあんなよくわかんない。よく使ってもまあ確かに修学旅行引率の国語のおじいちゃんだとこんなこの仕事さんが俺も選挙に行こう。ありがとうございました。ジジです。